おはようございます。おはようございます。テレビ滋賀プラスワン中倉真理子です。桂浩尺です。さあ浩尺さん、はい、令和の時代に入りまして早2ヶ月が経ちました。あ、という前ね、ほんと早かったですよね、うん、はい、でこの新しい時代に私ギターを始めちゃおうかななんて思ってるんですけども。何故に？いただいたものが家に置いてありまして、ほうほう、そろそろ弾こうかなと、うん、まあ、あんまり弾けないんですけど。あんまりギターいただきもしないけどね珍しいですね。浩尺さんは何か始めたいこととかありますか？いや始めたいことはないね。あの今までやってきたことをもっと突き詰めていきたいね。どんどんいいことですよね、はい、うん、そうやって新しい時代に新規一点何か始めるというのもいいんですが。確かにね、うん、でも時代が移り変わろうとも守り伝えていかなければならない伝統というものもあります、はい、伝統的工芸品もその一つです、うん、受け継がれてきた技の結晶ですが、実際にどういうものがあるのかあまり知られていないのが現状なんです。浩尺さん何か思い浮かぶものとかありますか？当たり前ですやん。そんなさすがでございますね。腐るほど知ってますよ。どんなものが？うん、それはまあ今日の番組を見てもらったら、ね、詳しく分かっていただけると思います。はい、皆さんに見ていただきたいと思いますが、はい、実は滋賀県にはその伝統的工芸品がたくさんあります。ということで今回のテレビ滋賀プラスワン受け継がれてきた一品、滋賀県の伝統的工芸品をご紹介します。長い歴史の中で培われて地域の人々の生活に密着しながら受け継がれてきた工芸品を滋賀県知事経済産業大臣が伝統的工芸品として指定しています。まず経済産業大臣指定の伝統的工芸品です。こちらのマークをご覧ください。浩尺さん、このマーク見たことないですか？ありますよ、うん、なんか僕らあの仕事から地方に行くこと多いんですけど、そのお土産物屋さんとかに入ったらねこれが貼ってありますよね、民芸品置いてたりすると、はい、あの熊の木彫りの、ね、横にあったりして、そうですよね、デンと入っておりますけどもね、はい、あの滋賀県では彦根仏壇、信楽焼、近江上布の3つの工芸品が指定されています。この彦根仏壇は武具そして武器の製作に携わっていた塗師、指物師、飾り金具師などが平和産業としての仏壇製造に転向したのが始まりと言われています。昭和50年に指定されました。歴史古いですよね、うん、歴史古いし高価やね。そうですね、もうすごい目飛び出るぐらいのもんがありますからね、まあ、それだけあの手間がかかってるということでしょうね、はいはい、そして信楽焼、こちらは皆さんもご存知かと思いますが日本六古窯の一つ、今年は9月30日から放送される連続テレビ小説スカーレットで大注目されています。味があるんですよね、うん、そして3つ目は近江上布、伝統の工法で織られた麻織物ですね。なんかいいものばっかりですね、やっぱりね。そうなんですよね、うん、こちらも上品ですよね、はい、そして続いてのこちらのマークは滋賀県知事が指定する滋賀県伝統的工芸品のマークです。現在38品目45製造者の方が指定を受けています。こちらをご覧ください。こんな風に県内各地にあるんですね、うんうん、例えば長浜市ですと編み織り紡ぎ、ビロード、楽器糸、花尾、特殊木糸、罠ビロード、提灯、ろくろ、工芸品、浜仏壇、飾り金具など、もう和ろうそくなんかもありますよね、はい、こちらのね、浩尺さん、楽器糸、うん、わかりますか？いやまあ僕らはね商売から知ってますけど、ね、そうですね、はい、三味線の糸なんかね、あの絹でできてたりしますんで、はい、琴や三味線の弦のことで良質な生糸が生産されていた長浜市木之本町地域で明治時代の末に始められたものなんです、うん、まあ、これはもう楽器扱う方にとってはね、うん、なくてはならないもんですから消耗品ですからね。そうですね、はい、他の滋賀県の伝統的工芸品の情報は滋賀県のホームページをご覧ください、はい、やっぱり主に日常で使えるものを主としているということで身近なものもありますしね、うん、いろんな工芸品があることに驚かされます。あの私のほんまにあの、高島の仙骨湯ってね今ちらっと書いてましたけど、はい、あのやっぱり扇子は必ず使うもんですから、ああいうものもやっぱりなくなったら困るんでね大事に受け継いでいってもらいたいですよね。そうですね、はい、
そして県内38品目のうち2品目は今年指定された工芸品なんです。ご紹介しましょう、うん、まずはゴーン。紹介するのは私、鍵和田雅子です。訪れたのは東近江市長町です。ここは700年以上前から鋳物を作る長村鋳文字の里です。株式会社金寿堂、長村鋳文字の末裔で今も知恵と経験と技術を守り抜いています。滋賀県の伝統的工芸品に指定されたのは長村盆鐘。お寺などに吊られている鐘です。では鳴らしてみます。そう、ゴーンというのは鐘の音なんです。長村盆鐘は株式会社金寿堂で鋳造をされています。工場長にお話をお聞きしました。ですね、この長村では、今分かっておるので、隣の愛荘町の、はい、東円堂というところのお寺さんにですね、今も現役で残っておる釣り鐘に1300年代に作られた、はい、そこに長銅金という織文字が入ってますので、はい、その、まあ、約今から700年ほど前にこの長町に住んでた人が作った、はい、ということは確かだろうと。だからまあ一応私たちこの長に住む者の、まあ、先祖が作ったんじゃないかと言ってもまあ不思議おかしくはないんじゃないかと。金寿堂では土で作った鋳型に溶かした銅と錫を流し込み鋳造する伝統的な技法を守って盆鐘を作っています。この日は鋳込みの作業を特別に見せていただきました。鋳込みとは溶鉱炉で地金を溶かし気温や湿度を考慮しながらタイミングを計らい鋳型に流し込む作業です。私は中湯と言いますけれども、まあ、湯のようにこう水の湯のように流れますので湯を注ぐと注ぎ入れることをこれから火入れ式というのをします。それがまあ一番もう一回勝負なので、うん、一番緊張する時間です。盆鐘の製造で一番重要で緊張を強いられる作業、鋳込み。祭壇が設けられ工場長がお参りします。鋳型には清めのお酒も巻きます。いよいよ流し込みます。流し込みはスピードが重要です。早すぎても遅すぎてもいけません。鋳込みの工程は50年以上の経験がある職人さんが仕切ります。ああいう人らの当たり前ですけどお金だし今までここでずっとやってきはった人らのおかげです。だから一回これを途絶えさせてしまうとね、そしてもう10年も20年も経ってもたらいくら書いたものが残ったデータがもし今の時代みたいに残ったった過程ですわ。映像で残った過程作れないです。このような伝統的な技法で盆鐘を作ることができるのは金寿堂をはじめ全国でも数社しかないそうです。鋳込みを終えると完全に固まるまで冷まします。3日後です。さあ現在型ばらしの作業が行われています。しっかり見えてきましたね、盆鐘の形が。あの熱々で真っ赤だった原料がしっかり固まっていますね。あの細かい文字のところまでしっかり見えています。型を外して仕上げの作業をした盆鐘です。間近で見ますととっても大きいですし重厚感を感じます。そしてこの細かい模様なんですが
一つ一つ後からつけたわけではないんです。これすべて一体になっていまして、1回の流し込みだけでこの模様すべて表現されるんです。これを一体鋳造と言いまして、おさむら盆章の特徴なんです。おさむら盆章は滋賀県の伝統的工芸品に指定されました。今後についてはどのようにお考えですか？今までの伝統技術を引き続いて、これからの若い世代、また、後々までにも、その技術を引き継いでいくということが私たちの使命だと思っております。いや、息を呑む作業工程でした ね。高尺さんどうですか？ただただすごいね。はい、うん、あの細かな、なんていうんですか、模様とか、うん、まあ、あのなんていうんですか、如来さんが飛んでる絵なんていうのがね、はい、1回の流し込みだけであんなに綺麗に浮かび上がるというのすごいですよね。職人技って宝なんだなと思いますよね。でそしておさむら盆章の鋳造技術を生かしたあるものをお借りしてきました。はい、高尺さんがこちらでございます。ちょっと待ってくれよ、ちょっと慎重にね。はい、風鈴です。綺麗な音色ですね。これ一回鳴って、このまだ鳴ってるからね、これがずっと鳴り続けるのがやっぱりこの鋳物じゃないとあかんのよね。はい、これ1分くらい余韻が続くんですって。ああそうですか。一味音色違いますね。もう涼しいなったもん今もう、ああ涼しい量を感じられますけども、ね、お話を伺った工場長の大地さんなんですが、はい、盆章は人々の祈りや願いが込められる信仰の対象になりますので、形のいい鐘、また音のいい鐘を作るだけではダメなんですね。人々が鐘に込める思いを分かった上で盆章を作らなければ決していい盆章にはならないということなんです。深いですね。金寿堂は人々の心に響く妙音の盆章を作っておられました。本当に滋賀県が誇る一品ですね。うん、さてもう一つの一品をご紹介します。はい、もう一つ言いますと、風鈴の音も涼しくていいんですが、この一品も涼しくて日本の原風景と言ってもいいのではないでしょうか。ご覧ください、綺麗な緑が続いています。これはすべて吉原が続いています。吉には水質の浄化作用があり、四季折々に美しい景観を楽しませてくれます。そんな吉は人々の暮らしと深く結びついています。その一つがすだれ。軒に吊るし、室内に差し込む直射日光などを遮る吉製品。その中でも特に琵琶湖の吉、豪州吉を使い、吉図編みと呼ばれる伝統技法で製作された吉すだれは、豪州吉すだれとして今年滋賀県の伝統的工芸品に指定されました。豪州吉すだれを製造する東近江市にある株式会社タイナカを訪ねました。タイナカ会長のところでは、これは何年ぐらいされてるんですか？約80年ぐらいですかね。100年まではもうちょっとあれですけどね。それだけ長く伝統を守ってこられたんですか？まあまあおかげさんでね。株式会社タイナカは昔ながらを大切にし、刈り取られた吉の選別、乾燥、加工、検査まで全ての工程を手作業で行っています。そしてすだれの品質を決定づけるのは吉、豪州吉です。まあ、よ親父からよ聞いてたけど、世界一の吉違うかなと思って、この柔らぎとね、編む時のこの、まあ、柔らぎ、あんまり硬いとやっぱりちょっと折りに折ったり、あれみんなまっすぐに見えるんですけど、やっぱりどうしてもこの多少癖があるんですね。それをこの完全にこう爪でたあのこの節のとこをこう曲げて、ほんでまっすぐなるように癖を直して、でこれから一本ずつこう編むんですね。だからこういうのに、まあ、まず一番に最適やし、柔らぎですね。ほんでこの次光沢ですね。やっぱりこの光、ドビッとした吉とピッと光った吉といろいろありますでね。独特の風合いのあるすだれ、
この風合いを出すためにはヨシを寝かせることが大切だそうです。5年、10年、40年も寝かせることで生まれます。本当にヨシの地方では、まあ、日本全国みんな湿地帯にはみんな生えるんですけど、この豪州この近辺、特にこの近江八幡の周辺のヨシが一番いいかなと思います。はい、自然の恵みをいただいてお仕事をされてきて、うん、そうですね、はい、品質を誇る豪州のヨシ、このヨシは自然の恵みから作られています。太陽と水と空気が育んだ自然の恵みを最も自然な形で使うことがタイナカのものづくりで、まあまあタイナカの商品だったらまあ間違いないかなということで、まあ、そう言わ思われるほどね、やっぱり、ね、こう慎重にやっぱり頑張ってやらないかなと思って、まあ、それ喜んでもらえるのがやっぱり、ね、一番のあれですね、ご褒美というかね、そういうふうに感じます。タイナカのすだれは長い年月をかけて編み出された昔ながらの作り方を守っています。いかがでしたか、このヨシすだれって日本の原風景だと思いませんか。ね、やっぱり工芸品ってなんかこう、まあ、もちろん昔からの方の、ね、知恵は詰まってるんでしょうけど、はい、機能的ですよね。そうなんですよね、雨よけにいいものっていうのが、水辺に生えるヨシを使ってたりだとか、水に強いわけですしね、で風通しもいいように作られてるし、もうようできてるな思いますよね、うん、こう見るとやっぱり伝統的工芸品っていうと、はい、この滋賀県で指定されたものはやっぱり主に日常で使えるものということなんですよね。なるほど、だから身近にあるものになりますよね、はい、でタイナカさんは世界史のヨシじゃないかと言われていましたけれども、うん、艶があって、うん、もう見た目が本当に美しいんですよね、はい、自然の恵みをとても感謝していて伝統に誇りを持って作っておられました。さあ、さまざまご紹介してきましたが、うん、滋賀県は琵琶湖を中心とした豊かな自然があって、まあ、昔から東西の交通の要衝として人と物が行き交っていました、まあ、そんな恵まれた環境の中で培われてきた素朴でありながら優美な伝統的工芸品がたくさんございます。まさに受け継がれてきた一品です。これを守っていかないといけませんよね。皆さんもこの機会にお住まいの地域の伝統的工芸品を見直してみてほしいなと思います。さあ、高尺さん、今回の放送いかがでしたでしょうか。いや、 やっぱりね、だからその機能的であるとかね、そういう話と、加えて、はい、受け継がなあかん技術みたいなものがやっぱり繊細で、うん、やっぱりね、誰人づてに伝えていかなきゃものであるというのもね、今日よく分かりましたんで、それをまず守っていってもらいたいなという思いと、はい、あとはね、やっぱり買わなあかん。そうですね、そう、使わないといけませんね。やっぱりね、県民みんながこれに興味を持って、はい、ほんでいいものであるということはね、知ってるわけですから、うん、買ってその産業を、まあ、ちょっと潤いをがあるとですね、はい、またそれを、目指そうという方たちも出てきますからね、ですから、まあ、誰も一家に一個金を買えとは言いませんけれども他のもの ね買えるものすだれとか、はい、そういったね、こういう風鈴でございますとか、こういったものを買ってですね、産業を守っていってもらいたいなと思います。ですね、はい、それでは皆さんまた次回さようなら。いい音聞こうか。